こんにちは、はじめチャンネルの佐藤しんです。あたしです。今日は私たちいつもよりおしゃれな服を着ております。ですね、今回は特別に可愛いの買ってもらっちゃいました。洋服って見た目の印象も変わるし、自分の個性も出て楽しめますよね。はい、ということで今日は2人でお題に沿ったコーディネートで楽しんでいこうという企画になっております。そのコーディネートを着こなしていただく特別ゲストさんがハピバニキに6人も来ていただいております。それじゃあどうぞ。こんなにうちに来てくれるなんてすごーい。ハッシュタグリカちゃんって17歳に成長したリカちゃんだよね。そうそう、このハッシュタグリカちゃんたちは11歳のリカちゃんが高校2年生の17歳に成長したイメージなんです。身長はこちら22センチなんですが、ハッシュタグリカちゃんはなんと身長が27センチもあるんです。身長が高くて足もスラッとしていて、スタイルがめちゃめちゃいいんです。トレンドを取り入れたハッシュタグリカちゃんなんです。ねえねえ、見て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 、実は私も持ってます。じゃじゃーん。そしてこちらの4人はハッシュタグリカちゃん第2弾として登場しました。このハッシュタグリカちゃんは初登場のウェアセットなんです。ショートパンツと T シャツ、レインボーカラーのポンチョもあってすごく可愛いんだよね。このフェスタオルとかブーツがおしゃれだよね。ハッシュタグリカちゃんでは初めてのウェアセットだから、普通のリカちゃんを持っている人ならまずはこのウェアセットから集め始めても楽しそうな気がします。インナーカラーもおしゃれでほんと可愛いね。そしてこのハッシュタグリカちゃんはこのソバージュヘアがすごくおしゃれで、このピスタチオの差し色がすごいおしゃれだね。そしてこのショッパーとバッグが2つもあるのすごいよね。そしてサングラスもつけたらすごいまた雰囲気も変わっておしゃれだね。このハッシュタグリカちゃんは水着なんです。超可愛いんですよ。この部分がヒラヒラしててすごく憧れちゃいます。このフラミンゴの浮き輪とお着替えタオルも可愛すぎでしょ。そして見て見て、このヘアスタイル可愛くない？バタフライ柄のジャケットもかっこよくて、ロングパンツもすっごくおしゃれだよね。ウエストも見えて、ヘッドホンをつけたらさらにかっこよくなるね。赤いリップでかっこいい感じ。第1弾のハッシュタグリカちゃんもおしゃれで可愛いけど、さらにファッションやメイクもすごすぎてびっくりしちゃった。はい、ということでせっかくこのハッシュタグリカちゃんに来てもらったので、コーディネートをちょっといろいろ変えて楽しんじゃおうと思います。ママが紙にお題を書いてくれました。この紙には彼氏とデートコーデとかお買い物コーデとかいろいろな場面のお題が書いてあるので、聞いたコーデを楽しんでいこうと思います。通常のリカちゃんのお洋服もあるので、この洋服も入れていろいろなコーデを挑戦したいと思います。ではしのちゃんどうぞ。はい、じゃあじゃあ私はこれ。せーの。 YouTube 撮影がある日、友達の家でゆっくりおしゃべりコーデが出ました。それでは今からお題のコーデを作っていきたいと思います。じゃあコーデ開催しました。イエーイ。はい、こんな感じのコーデにしました。 YouTube 撮影ということで、ミュージックビデオ撮影の時に行くコーデにしました。ポイントはこの中に楽器を拭くタオルが中にあって、タオルが入ってます。これで、あ、汚くなってる、ふきふきふき、ドロンドロロンみたいな感じです。そして私がこちらのコーデにしました。友達とおしゃべりするコーデだったので、ちょっと季節は秋をイメージしました。で、服装は上から行くと秋なのでね、少し肌寒いので、この黒の上着をね着せてあげて、あと中にこのピスタチオ色のすごい秋っぽいねおしゃれな服を着させました。で、この下は秋っぽい感じのバッグに短パンです。コーデって結構考えるの面白いので、もう一度やります。はい、じゃあこれにします。じゃあ私はこれ。せーの、ポカーン。お、友達と遊園地へ行くコーデ。私は友達と動物園へ行くコーデになりました。はい、私は友達と動物園へ行くコーデです。で、服装はまず、動物園って言ったらこのね、髪型がね可愛いね、猫ちゃんの耳がついてたのでこれにしました。
今回のイメージとしてはなんか動物園って結構歩くと思うのでカジュアルなイメージにしたので、ズボンとかこの上の服装とかも可愛いけどおしゃれな感じにしました。で、あとリュック背負わせましたね。動きやすいようにしました。はい、私はこんな感じでした。はい、しのは友達と遊園地へ行くコースなのでこんな感じです。ちょっとね、あ、遊園地楽しそうみたいな感じで、この可愛い感じの洋服のワンピースにしました。バッグの中には遊園地で買ったタピオカが入ってます。で、見た感じから明るめのコーデにしました。で、かっこいいブーツを履かせました。はい、ということでお題に沿ったコーデを考えてみました。じゃあせっかくなので一番好きなコーデ着せてみない？うん、いいね。自分オリジナルのコーデを発表ってことね。それではスタート。はい、決まりました。まずはシノから。シノは最近暑くなってきたのでちょっと夏っぽくプールに入る感じで水着を着て、でこのバッグにはこのお着替え用タオルが入ってます。で、ここは浮かぶフラミンゴの浮き輪です。サングラスをつけてサンダルはピンクにしました。はい、こんな感じのプールへ行く時のコーデにしました。はい、そして私なんですけど、パッと言うと夜一人で映画館へ行く時のコーデです。で、私が一番気に入ったのはこのね、ピスタチオ色のね洋服なんですけど、これが本当に可愛くて、で、ここがあのやっぱね夜に行くのでちょっと寒くないように長めのね黒の軽いズボンにしました。で、下はね、サンダルに、可愛いサンダルにして、で、上にヘッドホンをしたんですけど、まあ、夜一人で行くっていうことで怖くないように楽しく音楽を聴きながら行ってるイメージです。はい、こんな感じで他のハッシュタグリカちゃんもコーデしてみました。いろいろコーデできて楽しいね。うん、めちゃめちゃおしゃれに着こなせるからほんと可愛いよね。17歳になったリカちゃんはすごくおしゃれで今時っぽくて、コーデもいろいろ楽しむことができちゃいます。小物もすごく可愛いので気になった方、もっと詳しく知りたいっていう方は概要欄をチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。